プロ転向を表明してから19日で2年を迎えたフィギュアスケートの羽生結弦さん29がインタビューに応じたプロ活動の2年間と今とこれからプログラムとの運命の出会い追い求める理想について存分に語ったアスリートとして表現者として進化を続ける羽生さんの言葉を3日連続で掲載する第2回と最終回は単独でのインタビュー 聞き手高木恵写真、生きるシーンみたいなものをより明確に一問一答。仙台のスタジオに、羽生さんは颯爽颯爽と現れた。到着した途端に、お願いしますとインタビューをスタートできる頭の切り替え、回転の速さは相変わらず。黒のジャージーも、いつもながらよく似合っていた。プロになって1年目は正直手探り状態というか、 これをしたらいいのかな、あれをしたらいいのかな、何をしたらいいのかなっていうのをずっと考えながら過ぎていった1年でした。2年目のこの1年は表現したいことであったりとか、自分がプロになってどういうことをしたいのかっていうことが明確にわかってきた1年になったのかなと思っています。時には考え込み、言葉を選びつつ終始笑みを絶やさない。 この2年を振り返る表情に、プロ活動の充実が見て取れた。始まりはワンマンショープロローグ、スケーター史上初の単独東京ドーム公演、ギフトは2時間半を一人で滑り切った。ギフトに続くアイスストーリー第2弾、RE アンダーバープレイでは、初の全国ツアーに挑戦。2年目は、RE アンダーバープレイで、 完全にアイスストーリーというものが形作られたというか、この物語にこういうピースが存在していて、こういう物語が伝えたいんですよっていうのが、ちゃんと出来上がったなっていうのが、2年目の大きなところだったとは思うんですよね。自ら物語を書き、制作総指揮も務め、一人で演じるアイスストーリー。RE ゲームとスケートが融合した新たなエンターテインメントを完成させたいろんなプログラムを振り付けしていくときもそうなんですけど基本的には根本に生きるということが存在しているのかなっていうこととその生きることに対しての祈りみたいなものが常に存在しているのが自分が表現したいことの根幹にあるのかなっていうのは思いますプロスケーターの概念を変えてみせた 4回転ジャンプを飛び、さまざまなジャンルのプログラムを演じ分ける。アスリートとして、表現者としての進化は、3年目のシーズンも続く。やっと自分がやりたいことの基盤が出来上がったので、その延長線上で、どういうふうに自分がより表現面でもスキルアップできるか。伝えるということには、やはり競技時代からずっと言っていた。 技術というものが基礎になっていないとレベルアップはできないと思うので技術面的にも体力面的にも強化していくっていうような形が3年目になるのかなという感じはしています12月に30歳の誕生日を迎える10代の頃に書いた未来とは異なる今を歩んでいるという2018年ピョンチャン五輪後にプロ転向し20代でスケートをやめているはずだった 思い描いていたものとは体力の付き方も技術の付き方も全然違いますし、ああ、こんなにもまだまだやれるんだなっていう実感と未来に向けての可能性をすごく感じています。自分が思ったよりも人間ってまだまだやれるんだなっていうのを今感じてはいます。ピョンチャンで五輪連覇、北京で三度目の五輪。プロ転向、とてつもなく濃い20代を過ごした。 30代はどんな時間になるのだろう。特に何も変わらないですねと首を傾けながら続けた。自分というものをまた大切にしながら、でも見せるということ、スケートと向き合うということが、やっぱり僕にとっての幸せの大きな部分を占めていると思うので。皆さんにとって自分がある意味30年間生きている意味というか存在理由みたいなものを常に自分自身に持ちながら、 ファンの人たちが見てくれるからとか、僕にはスケートしかないからとか、そういうものだけじゃなくて、自分自身の中に常に生きるシーンみたいなものをより明確に作っていきたい30代だとは思った。